韓国対バーレーン戦とんでもないハンドが生まれる。前半45分、ボールを持ったバーレーンのモーゼス当てではピッチ中央付近で倒された。韓国選手に奪われそうになったが、ほふく前進をするかのように地面に這いつくばって粘る。さらには手を伸ばし、ボールを触ってしまった。韓国選手はファウルを浴びる。結果的にイエローとなった。バーレーンのハンドに全部持ってかれた前半。爆裂ハンドはバーレーンの勝ちたい気持ちが伝わるプレイ。しかし草。実況解説目笑いのハンド。ここまで豪快なハンド、初めて見たかも笑。最後のコントみたいなダイブも面白かったな。韓国代表、初戦でイエロー5枚で草。イエローカードの取り合いを見ているようだ。両方荒すぎて笑う。バーレーンはロングボールばっかりだな。中盤のつなぎはベトナムの方がはるかにうまい。イガンインのスーパーゴールさすがやわ。アジアカップ楽しみにしてたけど日本戦以外も見どころあっておもろいね。韓国も十分苦戦しとるやんけ笑。やっぱりアジアの国はどこもくせ者揃いだな。韓国でもやはり初戦は厳しい試合になってる。癖のありすぎるハンドで草。